はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ今日はですね、バージョン 6.5 で、まあ、モンスターがね強化されます。まあそれでね、モンスター強化するにあたって、まあ、超便利ツール、お出かけ便利ツールを使えば、まあ、簡単にねできちゃうこと第3戦をねご紹介していきたいと思います。はい、まずはモンスター捕獲。まあゲーム内だと、まあこうやってスカウトの書を買って、まあそれを覚えて、はい、ゴーレム道具使い用のスカウトの書ですね、本当に使ってもよろしいですかっていうことで、ゴーレムの書を覚えて現地に行ってそのモンスターに当たって、さらにはねそのスカウトアタックをやって、そしてそのモンスターを倒す。そして倒した後にランダムでね、こうやって起き上がって仲間になりたそうに、見ているっていうことがね、しないといけないんですよね。まあ、世間知らず、性格も仲間モンスターの育成によってどのようにね反映されるか、ステータス反映されるか、まあ、運営さんしか分かんないんだけども、まあ、この性格もねこだわる人はね、またこれを仲間にいい絵にしてね、また新たに当たってスカウトアタックをして、ランダムで仲間をねなってくれるのを待つっていうことをしないといけないよね。まあ、そんなね仲間モンスターなんですけども、こちら便利ツールの卵販売所を使えば簡単にね仲間にすることができます。まあこの牧場コイン3万コインかジェム300ジェムを使ってしまうんですが、魔物使い道具使い転職できるようになったらスカウトの書もね買わずにね仲間にすることができます。簡単にわざわざね先ほどね現地まで行って、スカウトアタックしてってやってたよね。まああれがいらない。うん、はい、ジェムじゃなくてまあコインでやろうかな。コインで仲間にして、さあ性格もねおっちょこちょいのんきもの親切の3つから選ぶことができます。そしてまたコインジェムを使えば、性格を変えることができます。まあ今回は親切でやりましょうね。親切、親切の竹槍兵、ちょっとイメージできないけどね、親切な竹槍兵どうなんだろうね。そして卵を割ることによって、はい、親切の竹槍兵が生まれたよ。名前もつけてね、バンブーくんね。あ、まあバンブーくんでいいでしょう。まあ名前つけてもめんどくさいね。そして牧場で育てる。はい、空きがありません。まあ酒場にじゃあ預けましょうね。いっぱいになった場合もこうやってね牧場でね、入れ替うことができるので、もぐたくんをとおじょきちくんを生かせて、新たにゴレムス、そして、バンブー君を入れると、まあ、こういったようにね、モンスター牧場でできることができます。はい、めちゃくちゃ便利だよね。だからわざわざインして、モンスターを捕まえに行かなくて済むといった感じですよね。まあそんなね仲間モンスターのレベルをね簡単に上げる方法があるんですよ。まあそれがこの気合伝授っていうものなんですけども、これね気合を上げれます、伝授でもらえますっていうことでね。でもらいたいモンスターを登録しないといけないんですが、ゴレムス君、レベル1だよね。気合はもらうことが1日1回までしかできないんですけども、一気にレベル上げれる。でどうするかというと、これ自分のキャラを自分で、モンスターにレベル上げることができないんですけども、他のキャラのモンスターを使って、一気にねレベル上げます。まあなんでレベル50かな、マックスの状態のモンスターじゃないとちょっとできないんですけども、ほらエンシスタマレベル47から、選択できないよね。なのでレベル50のモンスターの経験値を先ほどのあやきちにね一気に注ぎ込みます。はい、ゴーレムねレベル1だったよね。さあ伝授する。さあそしてね、モグオからゴレムスに気合を伝授します。気合を伝授するにはモンスターレベル1になります。要は上げる方のモンスターがレベル1に戻っちゃってしまうことですね。そしてはい、モグオくんのね経験値をあやきちのゴレムスに上げることができました。まあモグオくんはねレベル1になりました。その代わりハッピーハートと黄色の常連騎士3個もらうことができます。いやーケチくさいよね、常連騎士3個ってね、もっとくれよって話だけどね、経験値がなくなったんならね。はい、そんなねゴレムスくん、チュン吉のねモンスターから経験値20万もらうことができました。一気にレベル39まで上げることができました。まあ、っていうようにちょっとねレベル上げがはかどってない、まあ、キャラクターのモンスターに経験値を上げることができます。簡単にね、その後はね残りはレベル上げないといけないんですけど、まあこういった方法でもねレベルを上げることができます。一気にね20万分の経験値、
で第3戦目、超お手掛け便利ツールを使った転生方法。はい、まあね、レベル上げレグホンね、めちゃくちゃ美味しいよね、経験値もあって、うん、まあ、なんだけど転生経験値結構もらえるから、あっという間にねレベルが上がっちゃって、わざわざね転生しに行かないといけないですよね。仮にレグホンじゃなくても、ちょっとね狩り場がね転生する場所から遠いとめんどくせえって思うことないですか。こうやって戻って、このようにマイタウンとかに行ったり、まあはたまたね町の酒場の中に行ったりして、魔物管理人に話しかけて転生をしに行くっていう行為がちょっとめんどくさいよね。っていうより元気玉もし使ってたらその時間もったいないよね。超お出かけ便利ツールを使えばこんなね煩わしいことをしなくても済むんです。レベルね、フォンデュがレベル50になりました。一旦冒険を、はい、ちょっとごめんね、邪魔されたね、ちょっと待ってね、逃げるね、これ一旦冒険を中断します。ここでこれで元気玉の分数も減らないよね。まあ、ちょっとねフィールドだとね落ちる時間がねかかっちゃうんですけど、はい、落ちました。まあ他のキャラでねインはしなくていいんですが、まあ絵面的にねちょっとね、真っ黒い画面が続くとまずいんで、一応あやくちでインさせました。でこちらのスライムの画面を開いて、OK、 そしてモンスターのレベル転生をしますと、はい、お供中のフォーネ君がね転生これできちゃうんです。戻らずとも、こんなあっさり簡単に転生をすることができます。そしてさらに、初めてもうすぐねレグホンに当たりに行けると。さらにこの育みの香水なんか10分間ですからね、10分間しか効かないから、戻ってたりしたらもったいないよね、時間ね。はい、さらに、またね転生もできます。はい、早い、もうすこぶら早い。はい、13回目、かわいい帽子取ってありがとうありがとうって言ってるね。これ本肉本肉レベル上げてありがとうございます。はい、さらにね、14回目の転生、はい、簡単と、よいしょ、という間に、レベル50が来ました。まあこれで、まあ、これでね狩り場が遠いところでも、まあ、経験値良ければいけるってなもんですよね。はい、ということで今日はですね、モンスター育成において超便利ツールを使ったお得な小技第3戦という動画でした。良ければ参考になったらね、高評価、チャンネル登録お願いします。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。